気圧系気圧とは、気体の圧力のことである。単に、気圧という場合は、大気圧のことを指す場合が多い。気圧は、軽量単位でもある。日本の軽量法では、圧力の法定の単位として定められている。気体の圧力は、温度や体積の影響を受ける。例えば、気体を一定の体積のまま加熱すると、気圧は、温度と、ほぼ比例して上昇する。 このような気圧と体積、温度についての関係は、オイルの法則、シャルルの法則、ボイルシャルルの法則などにより示されている。気体の圧力は混合気体の場合、構成している気体のそれぞれの圧力の合計となる。空気も物質であるため、質量があり、地球の重力を受ける。これに対して圧縮応力があり、さらに重力とこれが釣り合うことで大気が、 力学的に平行に近い状態にある。地球を覆っている大気の層によって、海面では面積1平方センチメートルあたり、約1キログラムフォースの圧力がかかる。これを、大気圧、または単に気圧という。高所ほど、その髪型にある空気柱の高さが低くなるので、気圧は低くなる。海面での大気圧を1とする圧力の単位としても、用いられる。 海上の水蒸気蒸発によって上昇気流が発生する箇所の空気の密度がやや下がり気圧がやや低くなることがあるなど同じ海抜高度でも少しずつ気圧は異なり気圧の工程は常に変化するこの気圧の山や谷を高気圧、低気圧と呼ぶ気圧の差が生じると高気圧の空気が低気圧の領域に流れ込むこれが風の主な生因になっている 気圧の測定には気圧計やラジオゾンデを用いる。気象情報では気圧の単位はかつては CGS 単位計のミリバール、トル、または水銀柱ミリメートルが使われていたが現在は国際単位計のヘクトパスカルが使用されている。大気圧は高度や緯度によっても変化する。標準大気圧は海面上で1013.25。 ヘクトパスカルとされるが、大気圧は、髪型の空気の重みを示す圧力であるから、高所へ行くほど低下する。高度上昇と気圧低下の比率は、低高度では、おおむね10メートルの上昇に対して1.2ヘクトパスカルであり、計算上富士山頂で約0.7気圧、高度5500メートルで約0.5気圧、エベレストの頂上では約0.3気圧になる。 ただし、高度により、空気の密度が異なるため、高度上昇に対する気圧低下の比率は一定では、ない。高度が上がるに従い、高度上昇と気圧低下の比は、緩やかなものとなる。このような高度による気圧の変化を利用した高度計も、作られている。また、大気が太陽光などの熱により、局所的に加熱される場合、体積が増して密度が低下する。 膨張した軽い空気は周囲の重い空気により押し上げられるため上昇気流を生む。逆に大気が冷却されると体積が減少、密度が増して沈降し下降気流を生む。緯度により大気及び地表が太陽から受ける熱のエネルギー密度は異なる。赤道周辺が年間を通じて大気が温められ高温であるのと比較し極地周辺は 常に低温である。このような緯度による大気の温度差により、赤道直下や極地では特有の上昇流、下降流が生じ、それぞれ熱帯収束帯や極高圧帯を形成する。気圧差によって、高気圧地域から低気圧地域に向けて、風が吹き、貿易風や、偏西風、極東風となる。これらは、ハドレー循環、フェレル循環、極循環と呼ばれる。 このような大気の大規模な循環を大気循環と呼ぶ。また、海洋と陸地とを比較すると、海水の熱容量の大きさから、海洋は陸地より温度変化が少ない。よって、太陽光が強い状況では、陸地が海洋より高温になることが多く、陸地に低気圧、海洋に高気圧の配置となり、海洋から陸地に向け風が吹く。陸地が冷却される状況では、 この逆である。これにより、海陸風やモンスーンが発生する。その他、数々の日常事象や生命現象は、大気の圧力のもとで適応、利用されている。上述のように、海面での大気圧は、圧力の単位としても用いられる。海面での大気圧を、一気圧とする。単位としての、気圧の元々の定義は、海面での大気圧であるが、大気圧は、 場所や気象条件によって異なる。そこで海面での大気圧の標準の値として標準大気圧を定め、この値を1気圧と定義した。標準大気圧は1954年の第10回国際度量構想会において正確に101325パスカルと定められた。これは もともとは760水銀柱ミリメートルをパスカルに換算し、小数点以下の波数を切り捨てたものである。現在では、気圧は国際単位系においては定義されていない非 SI 単位である。しかし、日本の軽量法においては法定の軽量単位として定義されている。軽量法における定義は、1954年 CGPM におけるものと同一の 101325パスカルである。気圧の単位記号は、大気を意味するアトモスフェアに由来するアトムである。水銀柱ミリメートルとトルは、軽量方体系において、全く同一の定義となっていて、どちらも正確に101325760パスカルである。これは、標準大気圧の1760という意味である。 1> 約1 3 3 3 2にパスカルに当たる。また、1気圧は1バールに数値が近いが1.325%の差がある。ありがとうございます。